ます。今日は彼女の誕生日です。26歳の初日に驚くべき言葉が、モネちゃんに祝福を送りたいです。今年も萌えちゃんがたくさんの幸せを感じられる年になりますように、これからも応援しています。モネちゃんの新しいミュージカル出演が決まったかなぁも、まだ発表できていない、大きな仕事もいろいろと予定されているはずです。早く良いニュースが発表されるといいですね。ストーンズの松村北斗と女優の上白石萌音がダブル主演を務める映画「夜明けのすべて」見えつく公開のメイキング本編映像が26日公開された。今回公開されたのは、藤沢さん、上白石が山添くん、松村の髪を切るシーンのメイキングと本編映像の一部。撮影では切り方、髪の毛の量、切る位置などの指導を受けながら真剣な表情で確認する上、白石の姿が見られ、役作りのために髪を伸ばして地毛で撮影に臨んだ松村は、上白石にプレッシャーがかからないよう優しく声をかけていた。またそんな二人を三宅監督もそばで見守っており、失敗ができない一度きりのチャンスにチーム10となって臨んだシーンとなった。また合わせて公開初日の逃げつくびから2月12日までの4日限定で、入場者プレゼントとしてオリジナルフィルム風フォトシートの配布が決定。